それでは、私からは3番目のスピーカーさんを、お招きしたいと思います。塩津武弘さんです。よろしくお願いいたします。おはようございます。今東京の東久留米で植物の研究所をやってます塩津武弘と言います。ですね、何なんだろう、植物が好きすぎてですね、学生時代は木工をやってたんです。家具を作ってたんですけれども、木が好きすぎて家具を作ることができなくなっちゃったんですよね。はい。で、植物をこう、生きてる植物がとても美しいっていうことに気づいて、生きてる植物を植える仕事をしようと思いました。で、それで植物研究家と今名乗ってるんですけども、もともとは盆栽の職人さんのもとで修行して、専門は盆栽になります。で、なんか何なんでしょうね、今なんか植物の世界ですごいいろいろ思うことがあってですね、この仕事を始めたんですけれども、今日本でだいたい花屋さんって2万店あるんですよね。で、その中で植物を主にやっぱり販売するっていうことがお花屋さんってメインになってきます。でも人間もそうですけど、ワンちゃんとか猫ちゃんとか、やっぱ生き物には必ず病院っていうものがあって、体が悪くなったらやっぱり治療するっていうことが普通というかなんですけれども、お花屋さんで例えば買った小さな鉢物を枯れかけた時に持っていく場所って、なんか心当たりある方ってあんまりいないんじゃないかなって思ったんです。で、やっぱりこの仕事始めた時、植物がやっぱり好きで、枯れてく植物を見るのがすごい忍びなかったんですよね。で、それで盆栽を勉強してた時にですね、今最長、もっと生きてるものあるんですけど、小さな鉢に入って1000年生きてる松とか普通にあるんですよ。で、それが何がすごいかっていうと、1000年レベルになると屋久杉とかの世界に入っていくんですけれども、小さな鉢の中でちゃんとした育て方をしてあげると100年200年なんて当たり前なんですよね、木々は。なんですけれど、多分皆さんお花屋さんでお花とか植物を買うとき、この鉢を100年持って息子に託していこうなんて思いながら買うことってあまりないと思います。でも100年ぐらい前、江戸時代ぐらいだったらそれって普通だったんですよ。植物って育てていく上でずっとどんどん子供孫とかに渡していくものだったんです。で、いつの間にか日本人ってすごい植物と、自然と触れた文化を持った民族なんですけれども、いつの間にかそれが薄れていって、海外の植物を育てて日本に入れてっていう考えになってきてます。で、そういったところで自分はやっぱり日本の植物がやっぱり大好きで、今、うちのメインの仕事というかとしては植物の治療とあと教室ということにすごい力を入れてます。で、今ちょっと写真でこうバッと仕事の内容がスライドで出るんですけども、うちは、占い花屋というか植物を占いということに徹底してまして、ディスプレイであったりとか植物を、皆さんに見て楽しんでもらうということに一番力を入れてます。で、植物ってやっぱり手をかけてあげるとちゃんと答えてくれるんですよね。で、そういったところがとても面白いですし、皆さん植物にどんどん触れていただきたいなと思うところなんですけれども、やっぱり最近ですと東京、皆さん多分庭付きの戸建てに住んでる方もいらっしゃると思うんですけど、ほとんどの方はやっぱりマンション、ベランダってなってきます。そういった時にやっぱ植物をベランダで育てていくなった時、なかなか難しいこともあるんです。でもちゃんとした植物の育て方を覚えて接してくれれば、実は多分植物今まで枯らしてきて苦手なんですっていう方もたくさんいらっしゃるかなと思うんです。でも実は思い出してほしいなと思ってるんです。よく自分教室で植物の育て方っていう形でお話しするんですけど、実は全然自分は勉強してたから知ってるとかそういうわけではなくて、もともと植物を育てる方法って多分みんな知ってるんですよね。ただそれをいつの間にか忘れてしまっただけなんです。それを思い出してほしいなと思って教室をメインでやってます。で、そういった時に植物どうすれば植物と仲良く暮らせますかと、どうすればうまく育ちますか、簡単です。結構ね、人と一緒のように考えてあげればいいんですよね。
植物が調子が悪くなったらじゃあ何が足らないのかなと、よく調子が悪くなった時にお水が足らないってお水あげすぎちゃう人とか太陽の光が足らないと思って当てすぎちゃう人とかもいっぱいいるんです。でも人間もそう調子が悪くなった時って急にねうなぎとかステーキとか出されたら困りますよね。やっぱりお粥が食べたいんですよね。植物もそうなんです。弱った時ほどお水ってあげない方が良かったりするんですよね。実はそういったこととか意外に植物と人間の考え方やっぱり生き物っていうところで実は似てるところがいっぱいある。なので植物を育てるときにパッて思い出してほしいのが、あ、自分がもし今のその植物を見たときに調子が悪いというか何かが変だなって思ったとき、じゃあ自分だったらどうしてほしいかなって思ったことを実はその植物にしてあげると大体正解だったりします。はい。なので実は方法論というよりかはもっと感覚的なところで植物と触れるっていうことを大切にしてもらえれば実は植物と人ってもっと身近に暮らしていけることなんじゃないかなと思ってます。なのでまあ小さいお子さんとか子ども向けにもワークショップっていろいろやらせてもらってるんですけども、で最後にちょっとねもう一つまとめというか植物のお話ししたいなと思うんですけれども、植物最近だとねお家とか食べ物とかライフスタイルをすごい大切にされる方すごい多いと思うんですけれども、もしタイミングがあればというかちょっと植物もお家にね一つ置いてみるととても素晴らしいと思います。やっぱり暮らしの中に植物を取り入れるということってとても心が落ち着くことだと思うので、はい、で多分次かな最後の写真だと思うんですけど、ちょうど今東京のミッドタウンの方で盆栽をちょっとイベントで並べて販売もしてますので、ミッドタウン2階のかぐれっていうお店なんですけど、もしタイミングがあれば寄っていただければなと思います。はい、ぜひ皆さん植物育ててみてください。いいものなので、はい、ありがとうございます。塩津さんありがとうございました。ありがとうございます。今盆栽って、はい、日本人が盆栽離れを少ししている中で、はい、ヨーロッパですごく流行っているっていう話を、はい、そうですね、この間、はい、テレビで見ました。はい、それについて何か思うことってあります？いやでも全然いいと思います。うん、はい、むしろやっぱりその盆栽ってやっぱり伝統として日本で平安時代ぐらいからあるんですけれど、やっぱりそれが別に国を、うん、日本人がってわけではなくて、やっぱりいろいろな国の人でも日本人でもどういう方でも植物を触れてもらうきっかけに盆栽っていうものがあるんであれば、それはとても嬉しいことなので、はい、そうですね、なんかそれを見てなんか日本人である私が、はい、あ、盆栽持ってないなってちょっと思って、やっぱそれっていうのは育てるのがやっぱり難しそうっていうイメージがすごくあると思うんですけれども、はいはいはい、なんかこう例えば盆栽ちょっと小さいの買ってみようかなって思った時に、はいはいはい、これ気をつけたらいいよみたいなコツってありますか？はい、あります。実は、あまり、ね、手をかけないことですね。可愛がりしすぎて枯らしちゃう人多いんです。なので、そうなので実は外に出してただお水をかけてるんですってそういう方の方が実は上手なんですよね。 はい、あまり過保護にしちゃいけない、ね、っていうことなんですね。はい、そうです。なるほど、参考にしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。